バカなこと言うんじゃない。一緒に来るんだ。さよさん、どうかこのままにしといてください。何を言ってる。一緒に来るんだ。来ると言ったら来るんだ。王女様、私はこの世の最後にあなたにお会いできて幸せです。過ぎた幸せです。何をなさるんですか。話してください。俺は今日ちょっと瞑想やってみて、なんか繋がるものがあるなと思ったんですよね。僕信号をこう目つぶって唱えてる時に、やっぱこう頭の中が本当に無になって、こう感覚が研ぎ澄まされた感じになるんですよね。だからまさにさっき瞑想してる時に、あ、その時と同じ感覚だなとか思ったんですよ。で、昔の人はやっぱそういう感覚がすごく研ぎ澄まされていて、すごい人間としての第六感がもっと優れていたんじゃないかなと思って、だからきっとその、まあ、愛する人がちょっと危ないと思った時にこう、ね、なんかこう勘がそういう風にね働いてこう助けに行くっていうこととか本当に昔はあったんじゃないかなとかって思って、はい、深いですよね。あの丸っていうのもなんか考えさせられるキーワードで、答えはないしね。ないし、背景にあるのは一つは死ですよね。死、はい、それが丸っていうのはその回るでしょ、はい、でチベットなんかでは完全に循環してしまうんですよね。輪廻するっていうね、そういうこともあるし、はい、今よく言う生態系って結局回ってるんですよね。ぐるぐるが全てのものはつながっているっていうのがありましたね。あれ仏教の考え方ですね。やっぱりみんなそれぞれどっかつながってる感じするね、それぞれ、うん、それこそが丸なのかな、今まで話したことが全て丸なのかなっていう感じしますね、はい、さあ最後になりますけども、思い